市原市の奈良の大仏千葉県にある奈良の大仏は、同県市原市奈良あ大仏台に混流された、釈迦如来像である。初代は、平安時代、上平元年に混流されたと伝えられる。下宇佐付近で朝廷に対して、反乱を起こした平野正門が、新能を名乗りこの地の北方に京を模した自らの塔、構えた際、京の南の奈良の東大寺の大仏を模して、 混流したもので、同性だったとされる。江戸時代中期の儒学者、中村国家が表した、暴走資料によれば、当時の奈良村には、同性の足しゃなの露仏が存在していた。一市原軍の人語り氏は、奈良村というところの山中人席までなるところに、銅像の高竹よの足しゃなの露仏、厳然として草村間にアンチス。橋場見茨を、怒り気配するに、 元右切り藩は土に管理、道場人生意を生まず、ボ育成層を経たりということ知らずと、安に、上平中、平野正門東百官などいうことを起死費、なんとの動物に、放世しにや、しかれども、自立のひひさししからざれば、少女を立てるに、暇なしと見えたり、事実の伝えはらざるは、五人その親切を悪み、かつ、国金を分かれるにや、いぶかし、 冒頭資料その後何度か作り直され、現在のものは文化元年に混流された等身大の積成立像である。2011年3月の東日本大震災では、像が台座から落ちて損壊した。しかし、市と住民が費用を折半して修復されることになり、11月に修復が完了した。1974年6月10日は、 市原市の名称に指定されている。史実としての裏付けにかけるため、史跡ではなく、名称として指定された。ABC 千葉日報、2011年11月21日付、奈良の大仏復活震災で損壊、修復し、海岸市原市指定文化財、2015年12月14日、閲覧。暴走資料3、紀元2600年記念坊早々書第6巻。 紀元2600年記念簿を早々書館公開1941年47ページより引用。奈良の大仏修復へ震災で損壊した市原市指定文化財。千葉日報。 http://www.chibanypo.co.jp スラッシュニューススラッシュローカルスラッシュ5 9 2 5 7 2 0 1 7年10月1日閲覧。深瀬古春一、奈良の大仏修復市原市の住民費用を、折半震災で、東部東海長年、地域に親しまれ、 東京新聞2011年10月7日付長官22面、市原市教育委員会編集。市原市別館。市原市。1979年。5ページ。市原の指定文化財一覧。市原市別館。36から37ページ。ありがとうございます。